はい、皆さんこんにちは、清水直之です。マリーンズに特化したチャンネルなんですけども、はい、あれ、今日のテーマはどうしましょうかね。ボールの握り。はい、ボール握り僕の、はい、今更知りたいのか。いや、でもコメント来たの、来てます、その清水さんの握りを握りみたいな、プラスこれ多分やってる人もいると思います、うんうん、その人に対しても、はい、アドバイスだったり、はい、こう投げたら速くなるよ、などなど、はい、まずじゃあ僕はストレートをまずどういう風に握ってるかっていうと、まあ、こう握ってるんですよ、まあ、ちょっとこういう感じでやろうかな、まあ、ここちょっと体勢があるやつで、感覚的にはこう外しますけど、1,2,3,4 ぐらいの感覚があります。この4点の感覚は僕はあるのであります、はい、うん、でちょっと多分まあもうね、 YouTube とかね見てる方たくさん、いろんな人の YouTube 見てるんで、あ、ちょっと清水広いなとか思ってると思うんですけど、僕は若干広めです。僕は広めです。本当に感覚的に一番落ち着く、一番不安なく握れるまっすぐはこの辺です。本当に、うん、目つぶってもパーってボールを回してパーって持つと、やっぱ僕この辺なんですよ。で、まあ今ね話題になってる佐々木朗希とかだったらもうこのぐらい握ったりするけども、うんね、僕はこのぐらいです。まあ理由は僕コントロールめちゃくちゃ悪かったんですよ。まあ、今でも最後までコントロール自分がめちゃくちゃ良かったって言えることではないけど、ある程度は改善されてコントロールいいピッチャーの部類にね少しずつ入っていきましたけど、コントロール良くしたかったんで一回これぐらいで投げたこともあるんです。広げるってこと？広げる方がコントロールはしやすいですね。僕のあくまでもこれ全部僕の感覚なんですけど、ので僕は少しだんだんこうやったんですけど、広めと一つ僕は中指が少しちょっと長いんです。他の人と比べるとちょっと長い、まあ、長いのか人差し指が短いのか、うん、なので僕はちょっと開いた方が合うんですよね。ここを切れ、ちょっと狭くするとどうしても中指最後一本というか、ちょっと不安定な感覚が出るので、僕の指の長さも考えるとちょっと広めなんです。これが一番安定して投げれるし、もっとコントロール間違えたくないっていう瞬間はもうちょっとだけこうやって広げることもあります。ミスしたくない時はスピードよりもコントロールを重視したい時は、もっと言えば高めで抜けてもいいやっていう時はちょっと狭くで抜けてもいいんで、ちょっと狭くして高めにピッて投げる時は若干狭くして投げたりすることもあります。はい、じゃあ狭くする方が球の勢いは出るんですか？回転数は上がると思いますし、やっぱりスピンも増えると思います。ただちょっとブレるし、ボールってやっぱり軸で回転するんで、やはりこの最後切るところが少しでもちょっとこう軸切ってしまうと、こういう、まあ、曲がった回転でいくとやっぱボールってこういう風に吹けやすいって言うんですか、はいはい、吹けやすくなるんで、そのタイミングをしっかりとフォーシームであればしっかりとこう切っていけば、綺麗な回転は僕はかけたい方だったので、ちょっと高めで抜けてもいいやってる時、特にまあ絶対デッドボールしない左バッターの高めでファールみたいな時はちょっと狭くしてギュッて投げて、もうボールでもいいんでっていう時に投げたりしてましたね、うん、でも右バッターのインサイドに狭くして当てたらって思ったりもするんで、まあ、そういう時いろいろ考えながら、まあ、ストレートっていうのがまあ軸になるので、一番安心して投げれるし、やっぱ大事なのはここの親指のところ、まあ、いろんなこういう風にする人もいるし、まあ、こういう風にする人もいるんですけど、僕はもうここの第一関節とこの爪の横に乗せるっていうんですか、乗せてます。でここは本当に軽く支える程度なんで、マメができるところっていうのはここ親指のここと人差し指のここと中指のこの3点にはやっぱりマメができるんですね。うん、めくれたとかよく言うじゃないですか。めくれることは ほとんどないです。擦るんで、はい、豆ができるとあんまり高く、ここ辺が高くなってくると嫌なので、ヤスリじゃないけど取ります。はい、中指も取ります。はい、ペラッと剥がれたりするのが嫌なので、なので、まあ、この3つっていうのが、まあ、一番重要ですね。はい、これ誰かに
アドバイスも聞いたりとかしたことあるんですか？ないです。ないです。もう自分のその言ったら小さい頃からの持ちやすい握り方。そうですね。はい。僕はもうずっとこんな感覚で自分の感覚で持ってます。それぞれ指の長さとか握力とかみんな絶対違うので。子供たちに教えたり、まあ、握りを聞かれてね、ああじゃないっていうことは僕あくまでも僕はこうしてるって言うんですけど、うん、僕は一番大事にしてるのは不安がないところで握りなさいって言います。ボールが自分が安心して握れるところで握りなさいって。なので得意な球種でいくと、まあ、ストレートがこのぐらいなの でカットボールは本当にこのぐらいです。え、それだけ？はい、カットボールって僕の中でも これだけです。切り方は全然違います。もう一回ストレートですかね。ストレートはこのものです、はい、まあ、カットボールカットボールはこのぐらいです。まあちょっと僕の場合はちょっとやっぱりもうあの本当にこっていう人もいるんですけど、僕の場合はちょっとやっぱこのぐらいにしないと人差し指の方にちょっとこの当たってる感がないと、ストレートってあんまりこのこっち側の人差し指のこの辺にボール当たってこないんですけど、カットの場合はちょっとやっぱりこういう風に当たるようにきますね。はい、ちょっとその方が安心なので。それでも腕の振りはストレートと一緒なんですか？いや、ちょっと変えます。やっぱり切り方が変わります。はい、ストレートの時の、ボールの切りとカットの時のボールの切りっていうのはやっぱ最後感覚ですけど全然違います。うん、ただ僕はカットボールに関してはスライダーのようなイメージでは投げないので、どちらかといえばまっすぐに近い軌道をイメージして切り方を変えるとかですね。まっすぐはまっすぐの軌道をイメージしてまっすぐにこう、まあ、シュート気味じゃないけどギュンと切っていくんですけど、カットの場合はまっすぐイメージなんですけど最後はぼやかして切るんで、最後はキュッと曲がってくれっていう感覚でまっすぐカットっていう風には使い分けてる。まあ、スライダーは全然違うんで、もうスライダーは1個その曲がり玉の方に行くんで、まあ、抜いていったり切っていったり両方するんですけど、スライダーっていうのはあの少しずつやっぱり段階としては違いますね。まっすぐカットが近くて、もうスライダーから曲がり玉、もっと言えばカーブって言えば抜き玉になってきたりするんで、この段階が僕の中では違います。まっすぐカットがあってスライダーがあって、僕はスプリットがあって、フォーク投げないのでスプリットがあって、まあ、チェンジアップという形なんですけど、チェンジアップは、うん、どっちかって言ったら抜き玉に近いんですかね。抜き玉に近い。握りは僕はスプリットとあんま変わらないんですよ。僕はチェンジアップはあの指の数が増えるだけで このぐらいに投げるんですよ。こんな感じなんですよ。だチェンジアップをこうやって持つ人もいるんですよ、ね、こうとかこうやって持ったりする人いるんですけど、僕これが投げれないので僕はこれ抜けないんですよ。何回か試したんですけど、こう抜くのが僕は下手くそなので、僕はこういう風な方が、要はこういう方が僕は使いやすいです。こうはできないんですよ。僕はこの方の感覚があるんで、まあ、それはスプリットを投げたんでこういう感覚はあるんで、どうしても一緒に来ちゃうんですよね。こういう風に先にこっちがガッて入ってこないです。こういうの成瀬とかやっぱ上手なんですけど、こういう感覚が僕はなくて、どうしても一緒に出てきちゃうんですよね。こうだったらスプリットと同じようにこういう風なチェンジアップを投げる方が僕は投げやすいんで。ちなみにその清水さんの握りを教えた方っているんですか？うん、あ、でも何人か教えてると思うんですよね。大峰雄太とか教えてる。どういった相談なんですか？スプリット教えてくださいって言うの、握りってどうやって握ってますか？だってこうやって握ってるよ。僕はスプリットこうやって握るんで、普通っていうか、はい、スプリットはこうなんですよ。僕はあのこっちを出すんですよ。はい、でもこの人差し指はこの上ここに出せるんですよ。でこれは出すんです。これが一番抜けるんですよ。はい、でこれでスプリットは投げてます。でスプリットは投げ抜くんです。投げ抜きなんですよ、僕の中で。投げるっていう動作は絶対入れなきゃいけないです。抜かないんです。チェンジアップはどっちかって言ったら投げるけど抜く方が多い、ウェイトは高いんですけど、カーブもそうなんですけど、カーブも投げるんですけどこう抜けてくれっていう、抜くっていうイメージの方が、切り抜くっていう方が強いんで、あのやっぱりそのスピードもそうだと思うんですけど、そういうふうに徐々に後ろに行けば行くほど抜くとかその方がウェイトが強くなっていく、投げるっていうことです。ただスプリットは投げなきゃスピード出ないんで、うん、投げるんですけど間から抜くんですよ。まあ抜くというか投げて抜き切るって感じです。抜くけど切るって感じがスプリットの僕の感覚です。うん、
なのでまっすぐは投げる、しっかりと投げてくる、切ってくる。でカットボールも投げるし切る方が強いし、でも徐々にそのスライダーも切るけどちょっと抜けた方がスライダーってクンと曲がってくれるんで、だんだんその辺から曲がり玉になってくると違う感覚とかが入ってくるんですよね。はい、僕の中で一番遅いボールはカーブなので、カーブはもう完全に腕を振るんですけど、投げるっていうよりも振って抜いていくって感覚ですね。カーブは腕を振ってボールを抜いていく、切っていくっていう、本当にそっち側が多い。ウェイトスプリットがちょうど中間で、投げるけど切るし抜くっていう3つぐらいの感覚でスプリットは投げてます。でチェンジアップはその下にいるので、どっちかって言ったら投げて切るっていうよりも投げて抜くっていう、スプリットの握りの中で投げて抜いていくっていうのがチェンジアップに近いですかね。はい、まあ、僕はそんなに多彩な球種投げられないんで、まあ、一番参考になるのはダルビッシュとかね。ね、ダルとかはたくさん球種持ってるし、いろんなその自分のその感覚とかイメージをそのしっかりとボールに伝えてやれるんで、まあ、たくさんあることが、まあ、別にいいことではないし、それぞれの球種の質をやっぱり上げるっていうことがやっぱり一番大事なことなので、トライはたくさんしてもらって、自分の中でしっくりくる、まあ、握りだったり感覚だったり、それこそ一番大事なスピード差、やっぱりいくらいろんな変化してもやっぱスピード差をどれだけ変えれるかってこともすごい大事なので、自分が持ってるストレートで自分が一番遅い球のどこに必要なボールが入ってくるのか、変化、こっちばっかりの変化だけじゃなくて、やっぱ一つこっちの変化が欲しいんであれば、それにトライすることでピッチングの幅って広がるし、佐々木朗希投手148キロのフォークと130の後半のフォークって、投げ分けてると思います。投げ分けれる、投げ分けれます。フォークを操る人は投げ分けれます。やっぱ最後のトルクを出して自分がグッて腕を振っていくときに、最後にガンって振るのか、少しちょっと緩ましてスピードを殺していくのか、まあスピードを殺すことによってまあカウントが取れたり、ロッテで言えば石川がシンカーをいろいろ投げますけど、まあ彼はいろんなスピードでシンカー操ってるので、まあ僕はそれがスプリットだったっていうだけで、みんないろんなその球種の中での変化を持ってると思います。その使い分けって言うじゃないですか、それってそういう差異が出ますか？出ないです。もうそこはピッチャーが考えて、まあ出ないけど、まあそのぐらいの球種であれば、例えばわからないですけど、これあくまで目測で、まあ、まあ僕が感覚として持ってたのは、このカウントでスプリットかってなった時に、あ、ストライクのスプリット欲しいんだなっていう感覚はなんとなくピンとくる。なるほど。で抜き球でもいいからストライクに投げてくださいという時に、例えばキャッチャーが、まあ、フォークボール出した時でもパッてストライクゾーンに構え一瞬でも構えてくれたら、あ、ちょっとスピード殺したストライクのフォーク欲しいんだなっていうのはピッチャーで感じるもんなんで、同じスイン、あのフォークって出しても、あの普通にパンってやるのとフォーク出してパッて構えてくれたら、あ、このカウントでストライクのフォーク欲しいんだなっていうのは伝わるもんなんで、あとはまあそのキャッチャーとのコミュニケーションですけど、なので僕はその里崎とか、橋本と組むことが多かったんですけど、なんとなく彼らが考えているようなことをこっちも理解しようとしたし、自分がその中でそのこのカウントでこの変化球が出た時に、自分がこれがボールになったら苦しくなるなと思ったら、やっぱりゾーンに入れていくんで、そういう感覚は持ち合わせないといけないなと思いますね。まあ、何でもかんでも同じところに掘るわけじゃないし、いくつか前の時に佐々木朗希が松川のリードでカーブ2球って吉田の、ね、時に投げた、でもあれ多分同じカーブじゃないと思うし、感覚的には、ピッチャーも同じ感覚で投げてないと思うし、ストライク取った後じゃあ2球目はボールでもいいやと思って空振りしてくれてる、だからそういう同じサインだけど違うっていうのがあるんで、現役時代に、この人のこの球種俺も欲しかったなみたいな球種ってありました？まあでも速いまっすぐは欲しかったなって思う、最終的には。でも清水さんのまっすぐってだってすごい評価されたまっすぐ。いや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 、速いまっすぐとか強いまっすぐがあれば変化球いらないで、感覚、まあ、ダルビッシュのまっすぐとか変化球よりもまっすぐだって、まっすぐでいけるじゃないですか、力のあるまっすぐあれば。まあ僕のこれまでの経験ですけど、バッターがやっぱ一番嫌なのは
力のある速いまっすぐだって僕は思ってるんで、それが投げれなくなってくると次の手を考えるわけで、やっぱりバッターはその一番速いまっすぐに振り負けないようにバッターは待ってくれるので、なるほど、よりその速いボールがあれば他のボールは生きるじゃないですか、僕何個かあるんで、僕も勝負できる球が、なので、うん、その振り幅っていうのがあればあるほど欲しかったなと思いますけど、まあまあまあ仕方ないです、こんなもんなんで。